こんにちは。今日は日本の文化について紹介したいと思います。日本は他の国と比べて面白い文化がたくさんあります。例えば、日本の人は名前の後に何々さん、何々先輩などつける文化です。私はこの習慣がとても気になりました。なぜかというと、日本人の友達に来たら、これは相手に尊敬の気持ちがあるからと言われました。これは他の国にはないので素晴らしい文化だと思います。次、日本は四季の国なので景色が綺麗でたくさん楽しいことをすることができます。例えば、春は桜が綺麗で、夏は海が綺麗です。私は四季の中で春が一番好きです。カナダの人は春の時いつも何か面白いことがありますか？カナダの人たちは春に花を見る文化はありますか？日本には花見という文化があります。これは家族や友達などと食事しながら桜を見たり遊んだりして楽しむ文化です。日本には東京の上野公園や大阪の大阪城など綺麗な桜が見えるところがたくさんあります。もし春の時日本に来たらぜひ行ってみてください。